お疲れちゃんスラットです。今日はですね、ミラー8000度4日目やっていきたいと思います。というわけでこちらのデッキでね、今日もやっていこうかなと思います。 K がね、ガースします、あざます、お願いしますということで、コメント欄でですね、結構こういろいろね、ちょっと変えながらやってほしいっていうね、意見が、ありました。まあ花からその予定で、まあ、今はねユニレベがやっぱ基本的に全部13で、使えるカードも結構限られてるので、まあ、一旦このデッキ乾燥させて、まあなんだろうな、ゴブリンバレル入れたりだとか、なんかいいんだろうね、なんかあるだろう、他のタクがちょっと思いつかないんですけど、まあ基本的には枯渇関係であったりとか、まあなんかいろいろスケバレにしたりとかね、そうそう、まあいろいろいじりながらね、やっていこうと思ってるので、まあぜひね、ちょっと引き続きね、楽しんでもらえるといいかなと思います。ということでさあやっていきましょう。あ、当たり前にウッドを持ってやがるね、俺めっちゃコスト使ってくれたよこれ。あれ早くね、なんか俺の中でスケバレさっき使ったのに、またスケバレが来たっすね。さあで今回の相手のデッキはなんだこれ、ナイトスケバレスケブ、んー、まあめっちゃ枯渇デッキって感じっすね。もうお互い様か。で何を言おうとしたんだっけ、何かを言おうとしたんですけど、テスラ、渋、どれに使おうかな、ワンチャンバルーンとかある、さすがにねえか。でスケバルあるんですけど、ウッドまでね使ってやっていきましょう。もうどん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 、もう攻め得です。ザップ来ないで、祈り来たらもうなんとかする。でコウモリにはさあ、前回ティーガーをね、つなげていきますよと。わあ、ちょっと待って、何か言おうとしたんすよね、俺。何だったっけな。さあ、一旦プリン出していこうか。プリン出しつつ、ちょっとダメージ嫌なので、スケでね、カバーしていきます。んー、まあ、さっきのは、あれですね。まあ、コメント欄で募集してますよと。これがいいです。でも、ゴブリンバレル、スケバレぐらいしか思いつかないよね。まあ、ミラーと、こう、組み合わせのいいカードっていうので、こやこやか？結局こやこやになってしまうのか？さあ一旦、ああいいナイトだ。いや延命できないか。さあ一旦プリン出して、うわガチで忘れた、本気で俺は何かを伝えようとしてたんですよ皆さんに。いや何伝えようとしたんだろう、わかるわけないよねみんなからして。ああこれはもう相手オアです。ライトニングなんかこんな状況で打つ場面じゃない。あ、そうだ、思い出したわ。延命できそうだな。なんなら、もうウッド構えてくとね、めっちゃいいこと起きます。ああああもう一回構えちゃう。二周目ね。おかわり読みウッド、いや、ガチでやばい。もう絶対スケルトン部隊来るだろ。全然ダサいないかい。俺の読みは何だったんだい、一回当たんない。まあ、そういうこともあるか。さあ、で、話そうと思ってたことですけども、あれですね、全然大したことじゃないんですけど、前回58行ったんですよ。で、今58からやってるんですけど、5300ですね。そう、この企画始めたのが、まあ、なんぼだったっけ覚えてない。52ぐらいだったのかな。で、シーズンもまだね、なんと残り31日っすよ。31日で、まあ、現在58ってことは、なんだ、毎日100も上げなくていいわけですよ。まあ、2日、まあ、3日に、ね、200ぐらい上げれればいいぐらいのペースで、結構ね、今んとこ順調なんですよね。なんか、クロスとか、高回転系の、イカチーノとか引き始めると、きついのかな、わかんない。どっからきつくなってくるのかは、まだ、体感ね、まだいけそうって感じで、ちょっとわかんないんですけども、結構順調なので、正直8000、余裕じゃね？余裕じゃねとはいかんけど、なんか、ぶっちゃけいけるだろうなとは、ちょっと思いながら、ちょっと舐めてるので、厳しい敵がね、やってくるといいなと思いながら。でさ、これはね、ディガーの受けがないですよ、お相手さん。結構いいディガーじゃないですか、これ。多分、遅延スケラとかなのかな？さあ、そういう金魚できないですからね、それは。で、このコウモリが地味にうざいので、ここに言うのをね、付け加えてあげて、あ、いや、スケルじゃねえのか。あ、クロス来ました。マジで、俺、どう説明すればいいんだろう。もう100-0です。
逆100ゼロです。このウッドがロリババにしたバージョンとか、あとは他のパターンだとディガーをゴブドリにしたりとか、まあ、このデッキって本当いろいろ別に何でも買いが利くんですけど、そうコメント欄でもありましたね、ゴブドリでやってほしい、やります、安心してください、やります、はい。まあ、なんですけども樽じゃないと、もうこのデッキだともうクロスがもうなんでポジションクロスじゃない、さてはクロスじゃないパターンが出てきた、あれそういう感じ、あー待って、なんで、うわーこれ取るね、絶対あるよね、あー、いやなんか噛み合わないですねなんか俺の思ってるプレイと相手がしてくるプレイが噛み合わなさすぎて、これ何ギガポイロケ的な、そういう感じ、俺がやってたけどさ、外役デッキとか、あーしっかり読んでくれやん、まあここさらに延命するけどね、俺ぐらいになると、いやガチでディガポイロケだな、これだって相手削る方法ないっすもん、本当に、いやロケがあんのか分かんないけどガチ、いやあるな、うん、絶対ディガポイロケっす、こんなえぐ動画で使うことはあるけどさ、使われることはないからさ、ぶっちゃけ、おい頑張ってんね、削ってくよってくれてさ、クロスポトンとか置かれたらもういかれちゃうんでね、あああれちょっとやべえのかな、いやさすがにサイドはね左の方がいい気がするんだけどな、右に来たからな、右に合わせていきたい自分もいるんだよね、わあやべえかなこれ、いやそれマジ嫌い、いやー待って、めちゃくちゃ変なウッドした、まあでもウッドで削りながらウッドとかディガーでね、ディガーの気が意外とないな、いてうわガチで、うわディガーっぽいロケにだけは負けたくなくね、うわーお前のサイド変えてくるんかい、なるほどね、そういう感じね、いやじゃあ俺も変えるよね、いやでまだ僕はディガーミラーとかやってないので、ぶっちゃけねこう様子を見てるわけですよ、相手のプレイに、いやでも岡橋島プレイに絶対刺さるね、よしよしよし、まあ相手の方がきつそうではある、正直、あぶねえ、いや待って、やばいガチやばい、いけない、バルキリーはダメ、危ない危ない、バルキリーダメージ入れたらね本当にいかれる、いや最終はもうバルキリー読み攻め取れるとか、まあね、やろうと思えば何でもできるね、ポイズンとかぶるコストがない、いやディガーの位置これちょっと下手っすね、キングから撃たれるとこに毎回出してる、なんで、わーで左はロケ撃たれたくないので右に出す、そろそろね削っていかねえ方がいいんすね、行くかヤクザ戦法、ディガディガ、いやーこれ熱い、アイリズも冴えてて、いやマジで熱い、でこのウッドまでも綺麗に決まっていく、いやスケ読み取るね、あーナイスー、まあディガーっぽいロケはねもう使ってってるのはね、でもすごいいいよ、勝たなきゃね、勝たなきゃただのゴミデッキ勝つからあのデッキは成り立つだけだって、勝たなかったらねただのなんかもう、ね、呪文で削れるのみたいなデッキさあ、まあでも初かもしんないな、なんかどう、ああいやだそれ、動画で呪文削り野郎と当たる。いやー、枯渇か？さあ、もうこれさすがに金起動して、左側のやつをコウモリでやろうとしたけど、やる必要もなかった。さあ、これアップリンとかのターゲットを取れれば熱い。いや、めっちゃきつそうじゃない？いやー、言うのお願い！たまたま！いやー、いいウッドっすね。ウッドでディガーを内側に寄せて、逆サイドに打たせるっていう。さあ、コガッちゃんか。いやー、コガッちゃんはね、前回か前も当たったと思うんですけど、基本的には勝ちです。負け筋はロケ削りです。一生ロケで削られるのと、ハシメプリンかな。で、一生ディガーを、まあ、バリキリとギャングで拾われるって感じかな。あー、ウッドの反応速度が遅いねんな、あれ。さあ、決意ので、ワンチャンロケット誘っちゃおうぜ。ああ、いや、捨ててくるんですね、一回ね。捨ててくんのか、これは。捨てなーい。まあ、俺、ウッド2枚あるしな、別に。てかもうここのプリン、ここのコウモリも取るのもまあ最強なんで。
さ、あー、いい位置の、いい位置のバレルや。これ延命すんのか、まだ。おずし、おずし、もしかして、もう、また延命すんのか、せんのかい。せいや、そこは。あ、でもこれは、陸受けがないバルキリーだけなので、ここで、ちょっと攻めていきます。このギャングがない時の、ディガ、うおぉ、同タイミングすぎて、さすがにこれは相手も気づいてない。いや、いいね。ね、でも陸受けが少ない時の、この稼ぎは大事っすね。あれ、相手なんでコストねんの、そんな。いや、たまたまアイスピも冴えてたのが、なんか、入りすぎちゃう？ね。俺が不正してるように思われちゃうじゃん、こんなん。コロリン。いやー、強っ。いやー、ゴルナイだったらここでゴルナイ出してからもう一回ウッド打ってるっていう、ガチチーター技できるんでね。いやー、チャンピオン欲しい。マジでチャンピオン欲しい。いやー、あんまりね、前に来ないでほしいな。よいしょ。いやー、いい防衛だ。勝ちだな、これは。もうさすがに。いやー、もうこの時で負けるのはもう、怖い敗。親フラ。OK。さあ、GG。残り10秒。喋ることがね、一番この困るやつ。あ、諦めましたね。OK。まあ、大型を引けるとね、やっぱやってるこっち側もおもろいので、重量級かかってこいやっていう。もうゴーレクロとか、まあ、前回だともうエリゴレ、エリゴレ良かったな。ね。ガチ量産。まあ多すぎてエリゴレしかいなかったもんね。バルカン、え？バルカンって元プロいたんすけど、これはボルカン。いや、バルカンか。いや、ボルカンだよな。さあ、違うっすね、多分。いや、めっちゃイケメンで、もう、マジで上手くて、もう僕大好きだったんですよ。お前好きな選手多すぎやろって話なんですけども。ええやん、そりゃ。人を好きになることは自由なんやで、つってな。くせえくせえ、言うて。いってらっしゃい。いたんですけど、まあ、さすがに偽物臭いっすね。最歴は内側に寄せてキングギド、まあ何回も見せましたね、多分。でさ、これはもうウッド2周でキングギドもしてるので一旦耐えかな。まあユニットで守った方がそのカウンターにつながるんで、できるだけね、クララって呪文で守るんじゃなくて、できるだけユニットで守れるなら守った方がいいんですよ、優先順位はね。なぜなら同じ4コストを使って、まあ、5コストかさっき5コスト使って守るウッドウッドよりも、ユーノコウモリで守った方がユーノコウモリのカウンターがあるから、より相手にコストを使わせられるっていう意味では絶対ね、ユニットで守った方がいいんですけども、ホームリング方は待って、なんか嫌なデッキしてんな、嫌がらせカードしかいねえ。うわ、押されてんな。いや、マジでぶっちゃけ負け作と同じ感じでやってるからな、なんかトロ体的にね、負けたくない。さあ、一発許容しながらの、いや、これどうする、サイド変えるか、なんか変えた方がいい気がすんな。ってことで逃げまーす。で、サイド変える理由はもうなんとなく以外の何者でもないですね。なんか同歳チクチクは相手のホバとかロイホグが嫌だなと思って。うわー、えぐ、ちょっと待って待って、やばい、待って、普通に負ける、待って、しかもやばい、トルネも、待って、プリンもやばい、全てがあいつら仕組んでやがる。いやー、なんかこれ絶対きついやろとか思って。あー、待って、めっちゃ、エレキー。うわー、渋。うわ、うめえな。うわー。ガチで渋すぎるな、俺。どうしよう。うわー、ロケット押しか。エレキー、ええやつ出してんね。いやー、待てよ。なんならボーラー無理ならまた話がかかってきた。いやー、でも全然、超絶悪いわけではないんだけど、相当悪い。ひよった位置のプリンだな。やべえよー、ガチでやべえ。本気で、普通に負けそう。ロケオで稼ごうとしてんな、それ。
うわー待って、ガチで普通に負けた。うわ、えぐい。いや、でも耐えるよな、それまだ。エレキか。やめてー、なんで負けたんだ。まだ負けてないね。とかいうやつ、大抵負けてる。あー、あれボルカン、鼻ほじってやがる。鼻ほじボルカン。いや、なんで負けたんだっていう、あれですね。溺れましたね。ロイホグポイズンか。いやー、ロイホグポイズン、ポイズン出てたっけ、その前に。いやー、マジで、珍しく、って自分で言うとあれですけど、負けちゃいましたね。いやー、コウモリ持ってないかな。早くザップってこい。さあ、バルーンなので、キング起動もちょっと狙いながらやっていきたいかなと。ババちゃん。いやー、ロイホグポイズンか。いやー、だからバルーンライトニングとかね。バルーンロケットみたいなもんですよ。普通じゃありえないことが起こり得るのが、まあこのね、慣れない土地ですよね。わかんないからさ、何が起こるか。いやー、ポイズンはでもわかるわけねえよな。ロイホグで。ロイホグポイズンはさすがにわからん。延命しちゃおう。うわ、ガチで。ガチで。なん、やばいね。スケドラ、ババ、まあ、ラバ、さすがにラバだな。さあ、で、ラバルならいいけど、ラバ掘りだとちょっと安くね。ちょっとどころじゃないね。いや、さすがにラバルっぽいけどね、こんなの。いや、これ言うので、陸受け使わしたかったけど、痛い痛い。さあ、ババインドのヤナアメザップ型のラバルですね。あ、そっちに使ったら、ここにリが来るんで。いや、まあこれザップでいかれるんですけど、まあそれは別に A がない言うて。よいしょ。いやー、プリンいらんかったね。もったいないね。よしよし、ラバルのザップは、まあどうだろうな。別にそんな悪くはなさそうだけど、まあババ、ここ、相手がね、ユニットが少ないんですよ。スケドラババインドのディガーのザップなので、ユニットが少ないので、おお、ファイブ、矢の雨、神合衆来たー。熱い。もうザップじゃないので、もうコウモリ系なわけですよね。もうこうやっても、両サイパーティーしとけばね、相手からしたらガチで渋いっすね。いやー、端プリはもったいないけど、ちょっと一旦ダメージ稼ぎにね。さあ、ラメ使う。いや、マジで美味しい。さあ、もうこれ無限ですからね。いや、ラメ使ったので、ここでコウモリまで行っちゃいます。しかもね。いやー、めっちゃいい。いい防衛だ。だが、しかし、俺のね、防衛の方がいい防衛になっちゃうんですよね。でさ、ディガーとかで攻めてあげてね。ヤナメさすがにこの範囲入らんやろ、言って。さあ、で、ここは、トルネードミラーで守ってもいい。ふっぴゅーん！来るの？いや、いらねー。トルネ、もう一枚あります。バルーンおいで。もう一枚あります。下げちゃうよっつって。さあ、まあこれはね、相手の味方もホレイスしていきますわ。悲しい。めっちゃおるやん、お前が。さあ、ということで、まあ、ヤナメザップの方がやっぱきつかったね。ヤナメ5だと、僕の高回転コウモリにも相手ついてこれないんでね。結局ね、結局、高回転強いみたいなとこあるんでね。まあ、重量級も最近だと、もうスケキンとかゴルナイのせいでっていうとあれですけど、まあ、ゴレもラバも普通に強いんでね。だからもう本当に、すべてのデッキがちゃんとこう、存在する環境がここ最近ずっと続いてる気がするね。なんかすごい偏りがないですね。綺麗な環境です。美しい。クラロワにも美しい環境やってくるもんだ。さあ、ユーニコウモリ。あれ？おやすみ？痛すぎんその許容。心広すぎんか？おーん。ちょっと怖いな。ちょっとだけね。さあ、ディガーもしっかり使って。いや、マジ、ディガーって、もうね、3コスで、陸受けできて、どこにでも出せて、あー、反応が。
その防衛で使えるっていうのがやっぱやばいんですよね。結局ね、攻めで使えるじゃん。でディガーなんかもう 100% 言っちゃえば 100% 相手にダメージ与えれるわけですよ。絶対ダメージね、固定ダメージです。まあ、どのゲームでもやっぱ固定ダメージ強いと思うんですけど、もう固定ダメージがあるので、ん、終わりのファイボですね。そう、もうその固定ダメージが壊れてるわけですよ。でさらに攻めだけじゃなく守りでも使えると、これたまげた、ありえないですよね。固定ダメージかつ防衛でも使えるってなってくると、そりゃ強えわなっちゅうところで、だからもう本当に、なんだろうな、余裕があれば、まあ、余裕がなければか、一回も攻めでディガー飛ばさないとかも選択肢に入れていいですからね。それがクララです。どこに登らせるんで、使いたいようにユニット使えばいいので、ワンチャン、おりゃあっつい。マジでミラードで初めてかな、プリンス戦面できたかもしれない。あん、いらねえことした、タワー見てなかったね。いやーもう絶対攻めんでよかったんっていうとこ攻めすぎちゃうやつね。いやーもうこれはね、あーちょっと渋い。でも俺はね耐えたいですね。あー耐えれる、あーつい、え、よく耐えたね。よし、さあファインボーゴル、もう一周回ると思う、もう一周回る読みで結構攻めるプラン。うん、待って、やばい、なんかかぶった、すごい嫌なかぶり方した。待って、ディガーなんか違うとこ殴ってる、お主、お主絶対違う。うわこれファインボー回るやん、わしもなんでいい、変なことしたっけ俺。いやメガアイドネクロっしょ、俺なんか前こんなので負けた気がすんな、こういう絶対勝ちやんっていうプレイやから、マジでね化け物みたいなプレイして負けた記憶がねあるんですよ。いやでも今回の相手はウッド関係呪文がないからな、無限なわけですよね。プリンセス100体貯めようかな、いやマジで可能性があるんですよ今回の相手は。いやねえよ、待ってファイボ持ってた、わガチやべ、なんでバカやん俺記憶、自信やばい、マジで記憶がですよね。あーでかい、ちょっといじめちゃおう、あなたの反応速度検査、うんうん、鈍いと、ええやん、鈍いやつは大好きだよ。いやー俺も鈍いやないか言うて、いやでもこれコウモリ残ってるから結構熱い。いやー攻め取るねはしてよかった気がするけど、一旦のステイでプリンちゃん大量生産していこう一旦。相手メガナイト出してこないね、メガナイトがねやっぱり下方されたもののこのデッキ上ちょっときつい。いやファイボのエイムさっきから悪いねんな。さあメガナイトは来る、さあ来ましたね。いやプリンがバカ援護してる。いやこれ待てよ、プリンセス延命タイム、プリンセス延命タイム来てんな。さあプリン、いやマジでやりたいだけ、本当にやりたいだけ、プリンセスでお願い。いやー、お来た、ふう。さあということでプリンね強いんですよね。まあプリンを吹き矢とかにした方がまあスケラとかには強いし、まあそれはそれでおもろそうだし、ロケットとかでもぶっちゃけいいのかなとはね思うんですけども、やっぱプリンが楽しいのよの。ということで皆さんぜひねこちらのプリンちゃんデッキ、いやー次変えるならまあバレルとかまあ枯渇系かな、なんかいいあればねぜひください、参考にします。ということでチャンネル登録高評価もねお願いします。ではお疲れ様でした。